4月に入り新年度になりましたね。ということでユニフォームも2020シーズンのものにチェンジしました。なんと後ろじゃん、岩戸入ってるんです。嬉しい。ということで気合十分でこれからも頑張ってまいりますので、皆さん新年度もよろしくお願いします。一体感毎日。それでは今回教えてくださる方々はこの方々です。どうぞ。歩き方どうもー。走り方で行きたいと思います。帰っておりまどうもどうも、藤枝4年目トコちゃんワイド初登場、水野大輔です。よろしくお願いします。やっと呼んでくれましたよ。ごめんね遅いっすよ。去年からね、まあ、こういう形が始まりましたけど、はい、1年間寝かしておきました。熟成させました。寝かせれば寝かせるほどハードル上げてます。面白いと聞いたことはあります。あるんかい、はい、あるんすか。まあでも前回のマサでハードル上がってると思うんで、ちょっとね、うん、面白かったですか前回マサはね。ちょっと勢いがあった。勢いはありましたね、うん、ほぼ一発ギャグやってちょっと毛色は違うんですよ。そうそう面白かった、うん、今日はまた違う意味で、はい、楽しみにしたい。楽しみにしてます、はい、では恒例のニックネームどうしましょう、うん、そうですね、僕結構チームメイトからはよくタイちゃんとか、タイちゃん、あの下の名前がね、そうですね、下の名前で奥さんからもタイちゃんって呼ばれてます。そうなんです。仲いい。じゃあもう決まりかな。決まりですかね。どうしますか。お願いします。はい、じゃあタイちゃんで。はい、タイちゃんでいいんかい。お願いします。はい、タイちゃん。はい、ではニックネーム決まったんですが、うん、今回何を教えてくれますか。今日は、うん、はい、パスの上級編ということで。わお。去年ねパスの、はい、まあ初歩みたいな、ね、初歩的なパスのトレーニングやったんで教えてもらいました。それを今回ちょっとアレンジしたり、はい、一人だけじゃなくて仲間を使ってコンビネーションで突破するっていう、そのためのパスの必要性みたいのをやっぱりやっていきたいと思います。それを今日タイちゃんが教えてくれます。お願いします。私多分かなりできないので、うん、大丈夫です。大丈夫、優しく丁寧に、うん、愛情を持って。さすが子持ちの男で言うことはちゃうね。今日はでもねパスだけじゃなくて、はい、もしかしたら走るかも、ね、え、うん、やっぱ運動量が売りなんで僕も。大輔が、大ちゃんがね、ちょっと走らせちゃうかもしれないですね。スパルタかもしれない。そこも求めます。パスの質だけじゃなくて走ることも求めますんで、はい、できます。頑張ります。ついてきます。しっかりアップしててね。はい、はい、ではよろしくお願いします。よろしくお願いします。一体感。はい、じゃあまずウォーミングアップはですね、じゃあいいか、やってみようか。じゃあ、はい、対面になって2人、うん、ボールは下に置く、これはサッカーの基本でございます、はい、じゃあ去年のその初級編の時に対面パスしたの覚えてる？はい、すず。そうだよね。ロングパスやりました、うん。その時にワントラップしてパスしてたけど、はい、もう今回は上級編なんで、ワンタッチ、はい、ダイレクトでやります。じゃあ一回ちょっと見せようか。あ、お願いします。基本を。うん。まあ普通にこうして、これはトラップしてパス。これはもうできる、はい、岩ちゃん。これをワンタッチ、あの、ワンタッチ、ワンタッチ、ワンタッチ。すごい、さすがにやっぱりスムーズですね。これやってみましょうか。やってみましょう、はい、じゃあタイちゃんと一緒に。はい、はい、およいしょ。あ、ゆっくりやってくれた。あ、いいね。あ、よいしょ、大丈夫、タイちゃん動けるから。いいよ、よいしょ。よいしょ、動かすね。どっちの練習やこれ。どっちの練習やこれ。あれ、こういうサッカーのトレーニング。俺の練習かな。そう、タイちゃんのウォーミングアップ。俺の練習かな。いいよ、いいよ、うまいっすね、うん、やっぱり1年間練習してるだけありますね。そうそう、あ、俺の練習か。ごめんなさい。オッケーオッケー。ワンタッチなんでしっかりボールを見てないと足のいろんなところに当たっちゃうから、まずはちゃんとボールを見ることと、はい、あとは足を固めとくことっすね。ちゃんとパス出すときに、うんうんうん、やっぱ足がグラグラしてやるとペインって、さっきみたいにいっちゃうんで、
そこをまず意識してほしいかなと思います。次これの応用編、そうですね、やりますか。一応パスの上級編ということで、はい、ワンツーだったり、うん、スルーパスみたいなところをこう視野に入れていきたいんで、教えていきたいんで、はいはい、ちょっと動きながらパスをしていきたいなって思うんで、はい、じゃあいきます。はい、こんな感じです。はい、こうやって走りながら動きながらトラップしてパス。まずパス、トラップしてもいいよ。まずパス、まずパス、そう、ほんで、そう、多い多いカメラマンさんのバックステップこけないようにちょっと待って、よいしょ、大忙しい。ああ、いいんじゃない？どう？おいい。どう、たいちゃん？上手っすね。上手。今僕の足止まんなかったんで。ああ、確かにね。すごいスムーズに。じゃあワンタッチやってみる？ってみますか？行きましょうか。行きます。はい。シュース。はい。よっしゃ。うん。はい。よいしょ。いい。ああ、ゆっくりになっちゃった。よいしょ。いいいい。よいしょ。あ、いいんじゃない？でも。ずっと前、ずっと前や。よいしょ。めっちゃ走る。めっちゃ走る。はいですけ。はいちゃんの練習これ。これ僕の僕の練習ですか。はいちゃんの運動量を見せようっていうね。さっきもありましたけど。あの運動量が見せ場って言って言ってたんで。うん、じゃあストロークポイントをね。はい。見せるってことね。ありがとうございます。ありがとうございます。助かりました。あ、でもどう。はい。いや、よかったです本当に。ワンタッチでもツータッチでも、はい、スムーズに足止めずに行けたんで。これは本当大事なことだと思うので。